多忙な毎日を送るお笑い芸人、バイク川崎バイクさん。その活動は、ピン芸だけでなく、小説家、作詞家など、マルチな才能を発揮しています。そんな、バイク川崎バイクさんの7つのルールとは。今日は特別に素顔のバイク川崎バイクさんに密着させていただきました。何見てるんですか？ああ、BKB の、まあ、BKB に通してるんですけど、どうしてもこうパビブウェボのそのレパートリーというんですかに限界感じることはなった時にたまに見返すのなんですよ。これなんですけど、バーから始まる辞書すべてのバーとかが載ってたり、まああとバビブベボ、とか僕の知り得なかったバビブベボがまだ存在したんだなっていうのが気づかせてくれて、やっぱで美人とかよく言いますけど、美人レイクとか行ったことないんで今度行ってみようかなで気づくことあるんですよ。そのああそっかみたいな、ビオラは V だったんだとかね、じゃあダメだなとか、仏頂面とかね、よそいいっすね。辞書にブヨブヨとかもあるんですね、ちゃんと全て載ってる。定期的にバビブベボを見ます。こんなところにいくつもの衣装がかけられています。ああ、そうですね。舞台衣装ですね。これが基本5枚ぐらいを着回してるんですけど、でちょっと古いやつは予備にしたりとかも、サイズは M サイズ、S だとちょっと今日しんどいんですよね、ギュッてなって、なんかスススとかしにくくなる。最近ね、一気に新しくなりました。劇場の社員さんが、ここの色あせ具合を見越してくれたのか、そろそろ新しくしますって声かけてくれて、ああ、いいんですかって5枚ぐらい一気にぐっといただきましたね、劇場から。番号を書いてますけど。はい、そうなんですよ。これ、全部番号を取ってるんですけど、1から5の番号を出て、なんていうんですかね。番号なかったら、どの服を、どのペースで着てるか分かんなくなるんですよ。せっかく5枚いただいたときに、番号振ってなかったときに、偶然、同じやつ何回も着ちゃうかもしんないじゃないですか。それ避けるために、平等に服を、傷ましていきたいって言い方なんですけど、そのために、1着たら、2を切る。2を着たら3を切る。で、5を着たらまた1を切る。っていうのをやって、服を平等に炒めていってます。もしよかったら、着替えてもらったりできますか？ああ、なるほど。生着替えですか？はい。確かあんま着替えてるとこ見せたこととかないかもしれないですね。ああ。レッツゴー。まあ、着替えるっつっても、BKB はほんと、普通の漫才師さんとかに比べたら、すごい楽ですよ。もう、ロンティーなんだよね、言うて。ほんと、インナーに、こう、これで8割は終わりましたからね。で、バンダナか。まあ大体そうっすね。ちゃんとちょうど沿わせれるように、こう、まずは、ここで真ん中を捉えますね。で、もうおでこに合わせて、沿わすように、後ろで2つくくり、1回2回。、で眉頭のちょうど真上ぐらいにくるようにして、あとは、この、なんで僕が、なんていうんですか、坊っちゃんヘアみたいなしてるかって言ったら、ここで綺麗に、バンダナに沿わすように髪を出したいからなんですよね、その、意外とここの作業が時間かかっちゃうんですよね。で、忘れちゃいけない、サングラスですね。あ、ちょっとどうですかね、BKB でしょね、バッチリ綺麗なバンダナ BKB ゲーム。あ、ちょっと待ってください。あと、あれ忘れたね、時計が、まあ、絶対にいりますね。時計もつけてやっと完成って感じですね。はい。時計は絶対いるもんですか？まあそのおそらくネタ中時計が見えてるとか時計気になるとかまあないとは思うんでつけさせてもらってるんですけど、なんていうんですかね、まあ、劇場においての話になってくるんですけど、だいたい劇場って10分出番とかネタ、あと5分出番、あと舞台によっては7分でお願いしますとか、営業によっては8分でお願いしますとか、その分刻みで言われることが多くて、絶対測るようにしてるんですよ。舞台袖で出るときに、ここで0秒にして、出囃子が鳴ったら、レッツゴーっていうのがまあ、基本なんですけど、その、まあ、結構言われます、後輩とかにも、測るんですか、BKB さんわざわざみたいな。わかるでしょみたいな。いや、でもね、僕、出て行った時に、レッツゴー盛り上がっていこうぜ、みんな、鳴山の拍手とか、BKB、BKB とか、バイクだけにブンブンとか、こう、なんて言ったらいいですかね。よくわからん時間って言うんですか。いやいや、違うな。盛り上げ時間とか。で、お客さんのノリによってはもうめちゃくちゃ盛り上がってくれる時とかあったら、いつもより、やっぱ盛大に拍手煽ったりとか、たくさんブンブンしたりとかしちゃうんで、全く何分かわからなくなるんですよ、自分で。なんで、これ絶対測っとかんと、良くないですね。気づいたら、ネタまだしてへんのにもう4分経ってる時とか全然あるんで。ここからはネタへのこだわりを聞いてみました。BKB 漫談をやるときに一番心がけてることってあるんですか？うわー、一番。はい。一番か。あー、難しいですね。意外と聞かれたことなかったな。いろいろあるんですけど、もちろんね、漫談の構成とか、お客さんの空気見て BKB 変えるとかいろいろあるけど、一番やったら、大きい声を出す。ですかね。やっぱり芸風的に。大きく高い声をできるだけ出す。でもなんか嬉しいですね。こういう密着じゃないですけど、してもらえるのってなんかこう、すごい距離がなんか縮まるというかね、見てくれてる人の距離も、車間距離が縮まるって感じですかね、バイクだけに。ブンボンみたいな感じですかね、本当に。はい。今の、ブンブンのこだわりとかってあるんですか？ああ、こだわりっていうことでもないですけど、なんか、そうっすね、お客さんと一緒にやることが多いんですよ。それこそ、M1 とかキングオブコントの前説とかもやらせてもらってるんですけど、そこでもこう、一体感を出すというか、まあ、通常ネタでもってこともやるんですけど、みんなで行こうぜ、一緒にバイクだけに、ドラゴンって。これ意外とね、バイクよく知らない人が、こうやっちゃうんですよね。ブンブンって。いやいや、違うよって。バイクってアクセル、右だけだからこっちいらないのよっていう説明をよくやるんで、強いては、リアルになるように、ブンブンは右手だけ。からこだわってるっていうんですかね。うん、あ、意外と昔ヤンキーやった人とかはなんかこんな感じでやったりとかね、そこの差も見えていいです、いいですよ。うん、まあでも本当奥深いんでね、B と K と B の3つ。いや、厳密に言うと2つですもんね。B と K、バビブベボカキクケコのなんかこの、狭さの中の奥の深さというか、一見狭いんですけど、こんな奥深いんやなってやってみて思いましたし、ゼロからの、ことですもんね。なかったことですからね、BKB っていう言葉なんて。で、まあ、それに付随してこう、バイクなんでブンブンとかでこう、皆さんが楽しいとか言ってくれてるのは本当嬉しいですね。こういう、一番嬉しいのがやっぱり、BKB も、これね、面白かったもめっちゃ嬉しいんですけど、元気もらえたとか、なんか元気になったとか言われるのが意外と、なかなか嬉しいワード上位なんですよね。うん、じゃあ最後に、はい、バイクさんにとって BKB って何ですか？まあ、BKB って何ですか？ちょっとこれその質問に反するかもしれないですけど、さっきもちょっと言いましたけど、ゼロから BKB とか勝手に言い出して、それをこう、笑ってくださいってぶつけてるわけじゃないですか。よくわからへんもの。で、たまに冷静なんですよ。今俺は何をやってるんだろう。ネタ中とかに。わけわからんくなる時あるんで、あなたにとって BKB とはで言うと、自分が今何をやってるんだろう。っていうのを考えないようにする。ですかね。考えたらもう終わるんで。わけわかんないね、ほんと。やってること。よう食っていけてますよ、ほんと。これ。すごいことです。